どうもこんにちは、ショーチャンネルのショーです。今日は結構晴れてるので、せっかくだしとりあえず金川崎の桜見に行こうかなって思っています。咲いとるかな桜。まあもし時間があれば奥琵琶湖まで行こうかなって思ってます。何この車。急に車が乱入してきます。まあああいう車もたまにおるな。まあしょうがない、バイク乗りやったら絶対やることですね、こういう行為は。行為じゃないし。まあこういう経験はありますね。おお。あのロードバイクどこまで行くんやろ。結構な荷物やったな。あ、やっぱ動画撮っとると聞い取られるな。お。すごいなあれ、白い車。あーなんか無言になってしまう。あー難しいなやっぱ。ライダースジャケット着るのも久しぶりやからな結構。そんなに咲いてないな、もうここら辺。この間まで結構咲いてたんやけど。あーそんなにないな。奥琵琶湖行こっかな。この間までは咲いてたんですけど、もうそろそろ散ってくる頃ですかね。桜も結構咲いてたんやけどな。あないんか。じゃあ今ちょっと桜が咲いてないってことなんで、滋賀県方面の奥琵琶湖かどっかに咲いとるかな。咲いてればいいけど、まあ咲いてたらちょっと写真も撮りたいと思います。
なんか違和感あるな、こういう喋り方。こういう風に喋らんけどな、普段。焦げ臭いな。どう行こうかな、まっすぐ行くか。バイクはおらんな、そんなに。さっき忍者の SL 見たんやけど、ライムグリーンの午前中の時。大丈夫かなこれ。まあ、まあ安全運転に行きましょう。好きやけど、何でもそうやけど、あー今は花粉症の時期なんで、自分ちょっと鼻炎と花粉症持ちなんで、よちょっと鼻がムズムズしますね今でも。もう仕事中でも鼻水出たりくしゃみ出たりとか、もうそういうのばっかですから、常にマスクしています自分は。あ、くそ、行けや、さっき。あ、抜かれた。追い越したらあかんのね今の。喋らなあかん、あかんねんけど、なんかなんかいざってなるとなかなか喋れないです。結構自分人見知りが多いんで、まあこれからもっといろいろ
慣れていかなあかんけど、こういうのにも、うん、まあこういうのも慣れですね、何でも。お、バイク乗りや。風が強いな、だいぶ。どっち行こうかな。あーでも桜ほとんど散っとるな。釣り変わり目かな、そろそろ。うっすやろ。あー、くそ、いけや、さっき。あー、なんかさっきもこんな感じだったよな。なんやろな、もう危ないわ。あー、砂ぼこりがすごい。ああ、貸せようかな。ちょっと行かせるか。まあ、普段はそんなに飛ばさない方なんで、まあ事故ったら車輪になれないですからね。もうバイクは壊れて修理代もかかるし、ちょっとも、まあ体直すにも金がいるし、まあそうなるのもちょっと回避したいんで。まあ、なるべく、まあ、安全重視で、まあ、行ってますね、まあ、普段は。まあ、基本ツーリングはもう、まあ、どこ行っても安全運転重視ですからね。もうそんなに、まあ、こういうバイク乗ってるからといって、まあ、飛ばすっていうわけでもないですし。それにしても風切り音がすごいな。大丈夫かな、カメラの方。もうそんなに咲いてないな、やっぱ。もう釣り変わり目かな、季節の。耐えとるかな、お首は。うわ、いた。首輪も耐えとるかな。結構カーブ多いな、やっぱ。うわー、虫や。いやうわー、虫がへばりついた。あー、くそ。
れませんね。うわー、カーブが多い、ほんまに。バッテリーが持つかどうかやな、このアクションカメラの。結構ヒリが早いからな、これ意外に撮れとんかな。スピードを落として安全運転、まさにその通り。クビアク行ったらもっと飛ばす人多いやろな。まあそういうのは無視ですね、基本。